イリスを狙うぞ。いいな。ロボット系の。そうそう。ん？何か見つけたのか？まあまあ、そう。明らかなのは税金と政府助成金と研究プログラムの帳尻が合わないことだ。ブルームと共同で CTOS のセキュリティを向上させる10年計画とかいううさんくさいもんに取り組んでる。けどなんで軍事技術の特許を申請する？制御システムの軍事利用は毎度のことだ。というわけでジュニアに任務を与える。おいやめろ、勝手なことすんな。タイディスの正面から侵入して秘密を盗めると思うか？政府も奴らから生体認証ロックを購入してる。そのレベルが相手なんだぞ、アミーゴ。手のひら認証か？手を見つけりゃいい。そんなの楽勝だ。それが計画か？人の手を切り落とすのが。やれるって。ダメだ。心拍数や血流も確認する赤外線スキャンがある。血が流れてないとな。そうだな。誰か捕まえて生け捕りにして開けさせればいい。ダメだ、心拍数で緊張がバレちまう。じゃあ鎮痛剤を注射して心拍数を下げて。いい加減にしろ、計画はできてるんだ。こいつはダメだ。ジュニアオフ。ああ。よく聞け、勝手にやってきて自分家みたいに仕切るな。俺のガレージだ、うん、俺のもんだ。ジュニアを爆弾にする気だ。 EMP だ、トロイの木馬式の。データベースを破壊すればドアのコードはリセットされる。ちょろいもんだ。ならデフォルトが分かればいい。うん、名案だな。うん、一晩だぞ。たった一晩砂漠で過ごしただけでマブダチか。勝手にしろ、どうせ俺は邪魔者なんだろ。少しは大人になれ。今なんて言った。おい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 、待てって。落ち着け、落ち着けって。どうやって侵入する？まずは見た目だ。これじゃかっこよすぎるからな。やめろやめろって、塗装は落とすな。タイディスではこれが壊れるとサービスステーションに取りに行く。おお、その方法でいける。うん、そうだな、いいだろう。いいぞレンチ。分かった分かった。いつでもいいぞ。あ、ジュニアを積んだか？まあ、いるよ。で、修理倉庫で EMP を工面するのか？世界一の警備会社に侵入するのにそれしか必要ないなんて。お前が盗んだ$36,000のロボットもあったな。ってことは、俺様が計画の最大の功労者だな。お前は万引き犯だって言ってんだよ。じゃあ、追いはぎ。追いはぎ気に入った。マスクの追いはぎが黄昏の道を歩く。王国の最大の秘宝を探しながら。マスクの追いはぎには小さな仕事や屈辱的な仕事は存在しない。マスクの追いはぎと彼には及ばないが、心の広い相棒、暗黒の流れ者だ。なあ、追いはぎは撤回する。お前はマスクのクラッカーでいい。さあ、強力な EMP 爆弾を作ってやろうぜ。ここで部品を見つけられるはずだ。まったく、ここでどれほどのロボットが作れるか。また今度な。
セクターパトロール完了。EMP を準備した。ジュニアは？納入ゾーンで待機してる。ドアを開けてくれるか？分かった。どうしたんだ？気にするな。途中までは順調だったんだ。ヤロックスを。ああ、フットボール競技場くらいの距離を走ったよ。よし、坊主。今日はお前の出番だ。頑張れよ。ジュニアの準備はできた。次はタイディスだ。レンチ、二人で話そう。考えがある。位置情報を送るから従ってくれ。おお、特別任務か。マーカス、準備でき次第タイディスの外で落ち合おう。大看板の近くだ。あんたが主役か。いや、主役はマーカスだ。だがあいつを侵入させるために可能な限りのサポートはする。そこで会おう。